曲を聴いていただきました。続いては、ちょっと太鼓の形が変わります。次は座って打つ太鼓なんですが、屋台囃子という曲です。これは、埼玉県秩父で、行われてます、秩父夜祭りというのが大きなお祭りがあるんですが、こちらで打っている太鼓のリズムを、みのり太鼓がアレンジをして、演奏するという形です。なかなかこういった機会で見る、のもないと思うんですが、できたら皆さん近くで太鼓の音を感じてください。それでは準備ができましたので、2曲目屋台囃子という曲をお送りします。よろしくお願いいたします。